行動医学分野ちょっと耳慣れないことになりますけど、ビヘイビアルメディスンっていうところですね。まあ、いずれにしても米国ではですね、必須の、医学項目であると、各大学に必ずある重要部局なんですけれども、日本ではこれが不足している、したがってこれから発展確実の領域だということを強調しています。これ USMLE っていうアメリカの、医師免許を取るために必須の、領域も網羅されていますけれども、この、まあ、ABC 診療順ですから2番目にこうビヘイビアルメディスンっていうのを書いてあるんです。これ日本では知らない人もいますね。しかし我が国のですね、一番偉い人は行動医学あるいは心身学ということについては、まあ、しっかり認識していただいて大変重視されているということを我々は非常に心強く思っております。21世紀はストレスの世紀である。すなわち、前世紀にですね、重視されていた疾患がですね、2020年もう今世紀にはですね、ほとんどがストレス関連疾患であるということを、皆さんよく認識していただきたいと思います。ストレスは21世紀に大変重要である。特に例えばこの地域で、2011年に起こった例えばこういった災害ですね、この時に、たくさんのストレス関連疾患、まあ、精神疾患もそうでありますし、しかし、少し分かりにくいかもしれませんけれども、身体疾患もたくさんのやはり罹患が起こったということが明記されて然るべきだろうというふうに思います。つまり、日本の言葉で病は気からというふうに言われていましたけれども、ストレスから起こる疾患非常にたくさんのものが、消化管、消化器疾患を我々は特にしていますけれども、心身疾患、それから、まあ、内分泌疾患ですね、それから免疫の病態と、さまざまなものはストレスによって、起こってくるものということがよく分かっています。で、まあ、これを、私臨床場面で心療内科というところで診療しておりますけれども、この心身症、ストレスによって起こる体の病気っていうのが、大変重視されるわけです。それからうつ病や不安障害などですね、こういうこう精神面での病態というのもこの両面が起こってくる、まあ、この両面を分け隔てなく、研究する、あるいは診療するというのが行動医学、それから心療内科のミッションということになっています。これはストレスによってですね、胃腸の機能が、まあ、劇的に改善変化するというところを、まあ、示した、まあ、ちょうど測定しているところなんですけれども、この腸の壁緊張が急激に増して、この腸の中に入れた、まあ、パックが、まあ、極端な低下を示しているというところを示しています。で、実際にどういう物質がですね、この脳の中で放出されて、まあ、こういったストレス応答を起こすかということを研究室で一生懸命研究しています。まあ、特に、まあ、コルチコトロピン、リーズムホルモン、CRH というふうに起こしていますけれども、これがですね、生体にどんな変化を起こすか、これは消化管運動を劇的に変えている。緊張するといろいろな身体の変化が起こるというのはですね、まあ、こういう実際の人体で、まあ、検証していくというのが大変重要になる。これは患者さんの方ですけれども、1枚前の健常の人に比べて非常に劇的にこのホルモンに対するですね、反応性が大変高いということが、まあ、検証されたわけです。それではですね、これを中和するような物質を使うアルファヘリカル CRH というのは非常に似ておりますけれども、これの拮抗作用があるホルモンですね、これを投与することによって、さまざまなストレス応答を減弱できるというようなことを研究しています。これは陰性の研究です。ガストロエンテロロジーという大変レベルが高いジャーナルに、陰性を載せたものです。対象に比べてですね、大腸を進展刺激してやると、まあ、不安が非常に高まるということを、証明したわけです。これが拮抗薬を投与するとリバースできるということを証明して、いる。で、そしてこれも陰性の研究ですけれども、脳画像を使って実際にストレスの人体で起こっているその病的な過程をいろいろ画像化するということをやっています。まあ、これは私の研究なんですけれども、この例えば末梢にですね、いろんな刺激をかけたとき、いろんな心理社会的な刺激に対する脳の変化もありますけれども、末梢に対する刺激によってもいろんなその不安反応、まあ、そういうのが起こるということを証明しまして、まあ、その時にこの体状界というところが活性化することを証明しました。その次にですね、これはいろんなゲノム依存性がある、つまり遺伝子だけによってこの脳の反応が随分違うということが証明したわけです。で、実際にですね、脳の中の神経伝達物質の状態というのは、このポジトロンエミッショントモグラフィー、PET という方法を使うと大変効率よく画像化できるということで、
これはストレス関連疾患の大変代表的なものである神経性食欲不振症、カーペンターズのカーペンターさんが罹患して、亡くなった時ですけれども、この時にはですね、健常女性よりもこういう、神経伝達の異常、特に受容体結合が増えていると、特に扁桃体というところで増えていっているようなことが、証明されております。これは我々の最近の、これも陰性の研究ですね。これもガストロエンテロロジーという、ジャーナルで掲載されたものですけれども、いろんなストレスを与える、そしていろんなその行動選択の機会を与えるわけですけれども、健常者ではその行動選択に迷う選択を与えた時にはですね、迷わずに正しい道をこうどんどん選んでいくわけです。でその時に前頭前野というところが非常に豊かに活性化をして、しかも間違えないということが分かっておりますけれども、過敏性腸症候群というのが代表的なストレス関連疾患なんですけれども、その時の前頭前野の活性化が起こらない、これをファンクショナル MRI という方法を使って、証明したものであります。間違いが多く、しかし、前頭前野の活性化が起こらないという、成果を陰性がちゃんと証明してくれたというわけであります。でこれも陰性の、研究結果でありますけれども、いろんなその内臓刺激を与えて、実際の内臓刺激がなくてもですね、脳の活性化が起こる、これはですね、そのプログラム依存的にそれが起こるということを証明したものであります。つまりこれは刺激を与えない時の脳画像を4枚撮ります。しかしここのミソはですね、その前に刺激を与えない時、それから実際に刺激を与えた時で、この同じ物理的な刺激の画像がどう違うのか、実際に感覚が変わります。腹痛が起こってきます。しかし同時にですね、この実際の刺激がある時に体上界の活性化が非常に強く起こりまして、実際の刺激はないのに刺激を感じるようになる。つまりここにいろんなその心理的な介入でありますとか、そういったものですね、妥当性というものが、こういう研究によって示されているというわけであります。でこういったことをですね、科学的にやっていくというのが我々の、ミッションであるというわけです。ちょっと共感していただきましたけれども、いろいろ我々の領域でですね、驚くような、皆さんがそんなことがというようなことが実際にどんどん次々と起こっているんですね。脳腸細菌相関といいまして、つまり腸内細菌、最近ネイチャーとかサイエンスで非常にふんだんに報告されておりますけれども、ストレスによってこれらの細菌層のですね、数が増えたり、あるいは病原性が増すという、そういう関連がある。でその腸内細菌が分泌するさまざまな物質がですね、生態を変えているということが今大変注目されているわけです。これは我々の成果なんですけれども、実際過敏性腸症候群の人たちの腸内細菌のプロダクトですね、これが我々の QOL を左右しているという、そういう成果を得ています。それから症状にも非常に関係するというようなことを報告しているというわけです。これは我々のネイチャーレビューに出したものですけれども、腸からの刺激がですね、様々なこういう経路を使って脳機能を非常に左右しているというようなことで、今大変我々の研究成果としても注目していただいておりまして、いろんなエキサイティングエリアになってきている。従いまして、いろんなその医療系の大学院の教授、准教授、それ以外の大学の教授、准教授に、我々 の、 研究室からですね、摩擦行政を左右していただいて、非常にその世の中の役に立っているんじゃないかというふうに思います。これはこういうことで、大体、参加者1万6000ぐらいの、学会で、賞もいただいておりますし、それから院生がですね、実際にアブストラクトを出せばですね、国際学会でしっかりと、評価していただいて、いろんな国際的にも評価が高まってきているということであります。詳しくは、こういった本を出しておりますので、中身をですね、ちょっと見ていただければ、我々の評価としては、本学の学部長をされた石田中夫先生、それから学長もされましたけれども、熱心、それから野心ということと、それから前の総長のですね、西澤純一先生の、愚直一徹ということで、とにかくストレートにその大変興味深いことをやろうという、この2つやっております。以上です。